ナマステ。皆さんこんにちは。南インドバンガロール在住の坂田マルハム美穂です。今回はこのスタジオミューズのチャンネルを開設してちょうど100本目の動画になります。で、去年の新型コロナウイルスによるロックダウンをきっかけに、私自身が自分のチャンネルでね、あの動画の配信を始めたのが4月の終わり頃だったんですけれども、その後私がこのバンガロールで2012年に立ち上げた NGO、 そのミューズクリエーションのチャンネルとして、このスタジオミューズは8月から稼働しています。で、10月にねオンラインのイベントをやるということで、いろいろな方の協力を得て、日本とインドに関するさまざまな歌や踊りだけではなく、文化、それから芸術、セミナーとか座談会とか、いろいろなテーマでこのチャンネルを彩ってきました。このスタジオミューズのチャンネルを登録されている方、サブスクライブされている方というのは300数十名いらっしゃるんですけれども、最初からずっと見てくださっている方には本当に光栄に思っていますし、ありがたく思ってます。そして今日マヨさんの教えてミホ先輩からいらした方、はじめまして。これから少しずつマヨさんともいろいろな動画を作っていきたいと思っていますので、楽しみにしてください。皆様こんにちは。ヒンディー語教師でインド系の YouTuber のマヨです。皆さんお元気ですか？形成編、形成編。バンガロールはどこだろうと思われる方もいらっしゃると思います。まずインドの場所はね、皆さんご存知だと思いますが、この逆三角形、ユーラシア大陸の中心にあるこの亜大陸です。私が住んでいるバンガロールはインドとこの辺り、正式名称はベンガルールですが、私たちは一般にバンガロールと呼んでいます。南でね、すごく暑そうだと思われるかもしれないけれども、そういうわけではなく、なぜなら地理の時間で習ったと思いますが、ここデカン高原ね、デカン高原の南側にあり、標高が900メートルを超えているの。だからだいたいね、年中涼しいかちょっと暑いか、ごくまれに4月から5月にかけてはすごく暑いぐらいな感じなんで、非常に過ごしやすい土地です。で、洋服もね、年中ほとんど衣替えをしなくて済む、もうずっと同じ服がかかってる感じ。教えてみよう先輩の第1回目をまだご覧になっていない方は、ぜひ概要欄に書いていますので、そこの URL から飛んでご覧いただきたいと思います。そちらで私自身の簡単な自己紹介をしています。それプラス1回目のテーマということで、インドの可愛いマスクとかについてお話ししてます。で、マヤさんと出会ったのはね、実際に出会ったことはないんだけれども、マヤさんとお互い知ったのは今年に入ってからで、すごいのね彼女ね、ヒンディー語は流暢にお話になるし、その教えるチャンネルを作ってらっしゃるのと、あとインドの人に向けて、ヒンディー語でお話しする、チャンネルをお持ちで、もうサブスクライバーの数がすごい、もう私のね300人とかいう桁が違うのね、100万人超えてるんだっけ。で、今回ツイッターのダイレクトメールを通して少しやり取りをすることがあり、その関係で一緒に何かできないかということを声をかけていただいて、で、私自身もいろいろ発信したいことはね、もう山ほどあるの、山ほどあるけど、まあ、何しろね、文章を書いたり、自分の仕事もしたり、日々の暮らしもあったり、で、最近メイドさん解雇したから自分でもうおかけとかしたり、インドさ話し始めるの長いのよ。だってちゃんと話さないとさ、誤解招くしね。で、そんなこんな言ってるとあっという間に30分40分1時間とかになっちゃって、もう全然こうなんていうの洋服なんですけど、マヨさんに私が何着るって言った時にこの写真を送ってもらったんで、実はおソロなんだよこれ。これね、ラクモウっていうところのチカンカリ刺繍というね、エジ刺繍なので、多分でこれから先はね、どうなっていくかわからないけれども、いずれにしても私はブログとか YouTube という発信源を活用していきたいと思っているので、私の動画ではできるだけ短くこう美穂さんにいろんなお話を伺って、より詳しく知りたい方は美穂さんの本の動画とか、あとはブログ記事とかもあるので、そういう感じでこちらは導入編という感じで、これからいろんなお話をしていきたいと思います。お互いの方向性がかなり近い場所にあって、そして日本の皆さんに、まあ、私の目から見たけれども、インドの現在の状況を少しでも
たくさん知っていただければと思っていますので、ぜひ末永くご視聴いただければと思っています。そしてマヤさんとの企画とは別に、私自身のセミナーとか、インドは素敵なもので溢れている、略してインステみたいな企画もありますし、あと私の見たくないかもしれないけど歌ったり踊ったりとか、あと歌で言うと、もともとミューズクリエーションのメンバーだったバイオリニストのエミコさんと組んでいるサリーズ、サリーが好きだからサリーズっていう本当に短絡的なユニット名ですけれども、サリーズも実は10曲公開しています。という感じで少しずつ私たちの活動の輪も広げていますので、他の動画もぜひご覧いただければと思います。これからもどうぞよろしくお願いします。楽しみにしててね。